お家に来て少しずつ慣れてきたこの頃、僕はカミカミ欲求が止まりません。上目遣いもできるよ。このおもちゃはお兄たちにも人気みたいだから、持ち運んで隠れて噛む。毛布のふわふわと骨のカリカリのコントラストがたまらない。この家の端っこも気持ちいい。ほら、これお兄ちゃんの家だ。ごめんなさい。土の子スタイルでもカミカミ。カーテンだってカミカミ。それさ、怒られるよ。お兄ちゃんは知らないかもしれないけど、僕は愛くるしいパピーなので怒られません。はあ。終わり。動画を見てくれてありがとうございます。お出かけやグッズ紹介、ためになる動画や僕たちの日常動画